州勇者中泊第10回は鹿部大沼方面です。道の駅鹿部間欠泉公園で間欠泉を眺め、大沼名物沼の屋の団子を食べ、大沼公園で純菜そばとワカサギを食べてワカサギ釣りを見ました。道の駅鹿部間欠泉公園来ました。船があって、ぐるーっと公園ですね。北海道鹿部町、鳥の形の石、そしてぐるーっと公園も見渡して、道路挟んで道の駅があります。あ、入り口ありました。恵比寿福の神、湯気出てます。温泉。道の駅の駐車場はそんなには広くない感じになってて、温泉蒸しどころとかあります。土方歳三、そして温泉蒸しどころ、あ、温泉蒸しどころの隣にこういうちょっとした小屋みたいなところがあって、道の駅の中の物産館で食材販売中ということで、食材を買ってバーベキューどころ温泉蒸しどころで食べられるようです。こちらはバーベキューができるところになっています。あ、湯気が出てる。蒸しどころになってて、蒸し釜セットの作り方、食材の蒸し方が書いてあります。あ、蒸し器がありますね。こちらが道の駅になってます。食堂、何かが座っている。埴輪のお面。北海道遺産鹿部間欠泉、入園料大人300円、足湯、洞窟の館、展望の館があるそうです。行きます。ゴー。鹿部間欠泉が北海道遺産に選定されました。パチパチパチ。あ、ここから出てくるの、温泉が。あ、でこちらが足湯群、振り抜きがありますね。足湯コーナーがあるのですが、今日はお休みなので入場料100円で入れました。足湯、1666年が起源なのかな。ここから出てくるらしい。なんかボコボコ言い始めてる。あ、プチプチ出てきた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 。わー、吹き出してきた。これが間欠泉ってやつ、潮の満ち引き。わー、温泉が上にぶつかってるって感じ。ほう、全国的にも珍しい間欠泉は、大正13年に温泉を掘っている時に偶然発見されて以降、今も変わらず温泉を吹き上げ続けていて、間欠泉は約10から15分間隔で1回500リットルの温泉が15メートルほどの高さまで吹き上がるんだそうです。吹き出てます。あ、ちっちゃくなった。あ、
足壁から大沼公園に向かっています。もう少しすると山川牧場のミルクプラントがあります。冬期間は残念ながらお休みということなんですが、トミ夫婦山川牧場の牛乳大好きです。これが山川牧場ミルクプラント。大沼公園駅に来ました。電車走ってる。大沼といえば創業明治18年沼の屋の大沼団子。醤油とごまと醤油とあんのタイプがあります。小390円大650円。大沼団子は冷たいと硬くなっちゃうので食べます。昔ながらの味でしょ。あ、こういう柔らかくて美味しいよ。ごま食べてみます。結構たっぷりかかってるごま、ね、ごまがいいんだよね。よくコンビニで売ってるやつね、ちょっと違うんだよね。大沼国定公園、沼は雪で真っ白です。冬はでもまた趣のある景色になっています。駒ヶ岳が奥の方にうっすら見えています。ラムサール条約登録湿地大沼小沼純菜沼、純菜が取れる。大沼湖畔の周りにはワカサギ釣りができるところがあります。ワカサギ釣りやってます。ハウスの中でもできるようです。釣ってる。ここは千の風になって名曲誕生の地なんだそうです。作曲家荒井満さんによってここ大沼で作曲されたそうです。モニュメントがあるのですが、今は残念ながら工事中で通行止めでした。のぶべきらくさんで食事します。当店自慢鍋焼きうどん700円、大沼名物純菜そば900円。大沼名物純菜そばです。純菜ってこのこれです。これがとろとろって入ってます。おみんパパ食べます。ごちそうさまです。お店特製鍋焼きうどんです。純菜が逃げる。純菜が逃げるそうです。純菜は沼に自生する多年草でぬめりがあります。鍋焼き卵がいい感じで温まってる。天ぷら入ってる。エビ天ぷら。大沼名物ワカサギのイカダ焼きです。イカダの形してるから食べてみます。このワカサギ、はい、食べます。甘じょっぱい感じ、おつまみの雰囲気すごいね。しっかり魚の味がしてる。香ばしい。これ珍味。次回は氷点下の中、国道沿いのパーキングエリアで車中泊。ポータブル電源は稼働するのかな。 NOM 電気毛布の暖かさは。窓は凍りつき、タオルバキバキ。次回、実用リアル極寒車中泊見せます。チャンネル登録高評価ありがたいです。